リストラ、リストラにしましょうか。まあネットもリアルも大して変わんないと思いますけどね。どうすかね。会社を信用して何十年働いて首切られるっていう事例ってたくさんあると思うんですけど、会社は信用できない。どうすか。何十年も真骨注いで働いたんですけど、リストラに会いました。ありますよね。 珍しいことですか多分珍しくはなくなりましたよね。コロナが出てからもう結構倒産したところもあるので、珍しくはないと思うんですけど、信用してたのにみたいな。どの世界どの、どこの世界でも裏切り、裏切りでは裏切りというか、まあ信用してたものが崩れるっていうのはありますよ。うん。だから、一番僕は、 あの信用した方がいいのは自分ですね。だから他者とか他人とか信用するっていうのはそもそもそ,のそういう崩れたりとか絶対不変絶対ではないので他人の気持ちは変わるし会社の売り上げも変わるし時代も変わるしでも自分の気持ちは自分の気持ちはこう変えないっていうか自分の気持ちはこうだっていうところは自分次第でやれるんで。 例えば僕が YouTube をこう発信しますっていう気持ちを変えない限り YouTube で発信できるんですよ自分が YouTube でめっちゃやりますその気持ちを変えない限りずっとやれます久保さんとのやりとりやるって決めてこれ変えなければずっとやれてます億万長者合宿終わってからもう5年っすか <laughs> もうアホですよね億万長者合宿湯河原でやっ でからもう5年ぐらい経つと思うんですけどもう終わってからの方が長いですよね。続いてますね。これなんで続いてくるんですか自分の気持ちが続けるっていうね。もう終わりにしようっていうことがないからですよね。送られてから、送られたら来る。それをやる。でも送られてもめんどくさいからやらないとかね。送られてきてももう、もういいでしょ。億万長者合宿のセールス終わってるからもうやんなくていいでしょ。っていう気持ちになれば、やらなくていいんですよ。 別に、こう、久保さんも僕も自由ですから、このやる時。誰、誰にもやれって言われてるわけじゃないですからね、このやり取りは。でも、誰からも差し出受けてないんですけど、もう5000本ぐらいやってますからね、これね。どうすか、誰、誰からも差し出されてないんですけど、このやり取りしてますからね。<laughs> だから、自分の気持ちを変えなければできますからね。でも、他者だったり、他人とか時代は分かんないです。一番信用しなければいけないのは自分だと思いますけどね。 いってらっしゃい